ってはシュマイです。新居浜市の大島に移住してきたスイス人が今パンを作り販売しようと奮闘しています。島を元気にしたい、パンに込めた思いを取材しました。もうじゃあ大好き、大好きです。新居浜市沖の大島を目指すのはスイス人のジャック・マニャンさん48歳。スイスは本当全部は石の家です。ここがジャックさんのお家。はい、書いてありますね、ジャック・マニャン。2年前、インターネットで探し見つけたこの日本家屋に日本人の妻悦子さんと神奈川県から移住してきました。主人が一人であっちやってこっちやって。これは銀です。ジュエリー細工師のジャックさん、材料さえあれば世界のどこにいても仕事をすることができますが、創作する環境が重要だと話します。東京はちょっと忙しいです。全部は早い、静かなところはない。静かと海あると山ある。早く。そんなジャックさんには今夢中になっていることがあります。はい、こんばんは。こっち、おいしいパン食べたい。日本のパンは口に合わず、今年から自分でパンを作ることに。元は納屋だった場所を自分で改装し、冬の間に立派な石窯を作り上げました。パン作り、私子供時からおばあさんといろんなパン作った。祖母から学んだというカンパーニュとスイス伝統のドレス、2種類の生地を手際よく丸め形作ります。しかし、ただ単に美味しいパンが食べたいという思いだけでパンを作っているのではありません。みんな年取ったりとかですね、島だんだん死んでます。だから来る時はもう欲しいわ。ちょっと島の新しい空気入れるとだんだん島元気欲しいですね。でももう新居浜の方から人がこっちにパンに来るはいい。過疎化の進む大島の人口はおよそ280人。この20年で半分までに減りました。衰退する島が元気を取り戻す一つのきっかけとなれば、そんな思いも加わり島でパンを販売することを決意。来月中旬のオープンを目指し奮闘中です。来る前はちょっと心配した。島です、田舎です、だから多分外国人が来るはちょっと大変と思った。でもない、全然みんなが親切。この大島がスイスに続く第二の故郷となったジャックさん、島をほっとけない。次第にそんな思いが芽生えたようです。そんなジャックさんを島民たちも、やっぱり仕事した人だからびっくりしたけど、もう慣れてきたらね、もう物も言うたりどうしたりするけに、
じゃあよく JAXA のパンも食べるんですか。はい、もう 2,3 回買いました。本当ですか、はい、また練習ね、積んでいくごとに美味しくなると思います。私は大歓迎です。本当若い人が増えてくれれば。島元気、島きれいなる、みんなわかる島は宝物です。30年後、50年後これで来る私は嬉しい。まん丸と焼き上がったパンには島を元気にしたいというスイス人ジャックさんの思いがこもっています。いや、味には厳しいおばあちゃんもね、いましたけれど、はい、でも瀬戸内の小島でね、こうのびのび暮らしているジャックさん夫妻を見てると、なんかやっぱり都会はちょっとね、窮屈だったかなっていう気もいたしますけど、スイスね、山岳地帯だから湖も多いようで、はい、やっぱりそのあたりもね、風景的に通じる部分がね、環境がね、ふるさとに似ていたのかもしれないですよね。で、パンを通して島の人たちとの交流も増えますし、はい、こう食文化だの、生活文化っていうことでね、互いの会話も増えますし、そうですね、いずれはジャックさんが作るパンが注目を浴びて、うん、外から島にお客さんがやってきて